今回は牧志田中学校の入学説明会について、スマートアートで、図形で簡単に説明の内容を書いていきたいと思います。スマートアートは Excel よりはどちらかといえば PowerPoint で、取り入れて、フローチャートの説明とかですね、アニメーションで順次表示したりとか、Word でも取り入れることが可能と、あちこちで使うことができますよと。今回は Excel でやっていきましょう。スマートアートね、何かを入れるという動作で入れますので、挿入タブを左クリックします。挿入タブ左クリックしましたら、図というアイコンを左クリックしますよと。スマートアートね、このバージョンでは右上に初心者マークがね、横向いたようなアイコンの隣にスマートとアートという英単語をつなぎ合わせてアイコンになってます。こちらを左クリックしましょう。で、左側にカテゴリーが出てます。スマートアートグラフィックの選択というね、ダイアログの後に、左側カテゴリーが出てまして、すべてが選択状態ですと、すべてのカテゴリーね、スクロールで見ていけます。もうこれって決まっている場合はね、リストとか手順とかってね、選択します。お任せしますね。今回リストを使おうかなと。縦方向リストというもの、どんなものかなと、左クリックするとね、プレビューがこのように出てきます。あ、こういう図形がいいなと思ったら OK で左クリックをしましょう。はい、こんな感じでスマートアート入りました。まずは図形3つとかっていうね、適当な数が入りますよと。で、このね、見出しが入るところと、見出しに対する説明のようなものを入れるね、このバージョンでは、この場合では白い塗りつぶしのね、説明内容を入れる欄と分かれています。見出しを入れる方がレベルが上位、上。内容を入れる方がレベルは下位、下になります。上のレベル、下のレベルというふうに思っておきましょう。この中に文字を入れていきたいので、スマートアートを選択状態で、おすすめはね、デザインまたはスマートアートのデザインというスマートアートを編集するタブを開いたら、左クリックで開いたら、このバージョンではグラフィックの作成という左側にあるグループの中のカタカナのテキストウィンドウというアイコンを、左クリックします。こちらを使って入力することをね、個人的にお勧めします。図形に直接ね、ダブルクリックとかで入れちゃってもいいんですけどもね、今日はここを使っていきましょう。まずここに入力したらどこに入るのかなっていうのを見ていきましょう。テキストウィンドウの1個目の入力欄いきます。牧志田中学校とはね、1個目の入力欄入力したら、1つ目の青い見出しの図形に文字が入りました。そうなんだなって感じですね。続けてテキストウィンドウを使って入力をしていきます。2個目の入力欄、もうね、囲われているところがスマートアートでね、一目瞭然ですが、2個目の入力欄左クリックしました。2個目はね、生徒さんが気になるところは、校則かな？校則ですね。3つ目の入力欄行こう。次は何について説明しようかな。保護者が気になるところかな。学費。ね。学費についても説明したい。もう一個説明したい内容があるなと思ったら、アイコンで行くときはね、スマートアート選択して、スマートアートのデザインタブ、またはデザインタブっていうのを開いたら、図形の追加っていうアイコンがあるから、こちらを左クリックすると、図形が追加されますと。で、テキストウィンドウね、今増えた4つ目の入力欄、ここに、お知らせと入力しよう。青いとこ入った。じゃあ、お知らせの内容、白い塗りつぶしのところ入力したいよっていう時、テキストウィンドウを使う時は今入れたお知らせの線の後でエンターキーを押します。するとね、先ほど図形の追加をクリックしたのと同様に図形が増えちゃうのね。お知らせと同じレベルのものが増えるので、そうじゃないよと、お知らせの説明内容を書きたいんだよっていう時はレベルを下げます。レベルの下げ方、アイコンでいく時はこ
ここスマートアートのデザインタブのレベル下げ、こちらを左クリックします。テキストの、テキストウィンドウの入力欄が、インデントがね開いて、ここ1文字分くらい開いてレベルが下がりましたよってこと、文字のね入力する場所、入力開始場所が右にずれるときはインデント取ってますので、レベルが下がったというふうに見ていただきたいと。逆にレベル上げたい、見出しの青い図形にしたいときはレベル上げのアイコンを左クリックすると青い図形、見出しの入力欄になります。で、テキストウィンドウ内でキーを使ってレベルの上下をする場合、今ね青い見出しの入力欄になってますねと。ここでタブキー、Windows でお伝えをしていますが、TAB と書かれたタブキーを1回押すと、レベルが下がります。説明の入力欄になりましたねと。では、レベルが下位のとき、下の方のときに、レベル上げをテキストウィンドウ上でキーを使って行うときは、今、下位のレベルのね、下のレベルの入力欄にいるときに、シフトキーを長押ししながらタブキーを押すと、シフトとタブ同時押しでレベルが上がります。タブキーを押してレベルを下げる、シフトとタブキー同時押ししてレベルを上げる、レベル下げのアイコンでレベルを下げる、レベル上げのアイコンでレベルを上げると、このようなことが可能です。今回レベル下げてお知らせの入力欄入力しましょう。お知らせ、校長は休職中です。校長先生不在、なんと大事件です。これ最初に言うべきかな、一個一個こんな感じで説明入れていきましょう。テキストウィンドウを使ってね、1個目の巻舌中学校とはの説明もいきましょう。巻舌中学校とはの和の後、左クリックしたらエンターキーを押しましょう。図形が増えちゃうからタブキーを押します。タブキー、イエイと。で、巻舌中学校とはの入力欄に、なりましたので、テキストウィンドウで入力ね続けていきます。自由な校風、私もね自由な校風の学校に6年間中高通っておりました。自由な校風ね、自己責任というね大人らしい心が芽生えるのでおすすめ、ね、悪い方の自由をね人に迷惑かけるのは良くないけどね。で、2個目、自由な校風と、もう1個ね、説明書きたい、この箇条書きをねもう1個増やしたいときは、自由な校風の後にエンターキーを押すと同じレベルのものが増えますということで、箇条書き欄がここに1個増えました。巻舌中学校とは桜井先生が全教科を担当、なんと桜井先生全教科担当、大活躍というか一人しかいないのかな、校長先生いないしね、副校長とか触れられてないからどうだろう、いないのかな。桜井先生が全教科を担当、もうここだけで結構衝撃。次、校則の内容いきましょう。校則の則の後テキストウィンドウ欄でね、高速の不足の後エンターキーを押します。で、タブキーを押します。レベル下げて、図形増やしてレベル下げて、高速の説明の入力欄にしました。高速なし、自由な校風って言っちゃってるからね、高速なし。学費の説明いきましょう。学費の日の後左クリックしてエンターキーを押します。同じレベルの図形が増えちゃうということでレベル下げます。タブキーを1回押しましょう。タブキーでレベル下がりました。説明の入力欄になりましたので説明いきます。学費なし、重要ですね。これこんな感じで文字を入力しました。で、ちょっとね図形がねこのタイトルの文字列と離れちゃってるので移動させましょう。スマートアートの外枠をねこうイエーイとドラッグしていくか、一回左クリックしてドラッグ苦手な方はね矢印のキーで左とか右上下ね行けます。ちょっとテキストウィンドウ欄邪魔だからバッテンで今消しちゃいますね。ドラッグで移動で、角をね、
びっちりセルの角に合わせたい場合は、スマートアートの角を、ALT のキー長押ししながらドラッグ、オルタネートですね、スペースの左あたりにある ALT のキー長押ししながらスマートアートの角の丸ドラッグ、スマートアートの角の丸を ALT 押しながらドラッグ、こんな感じでぴったり合うよと。あくまでスマートアートをくくっているフレームのね、形成の角が合います。スマートアートの文字列を編集して移動しました。ではですね、見た目を変更していこうかな。色の変更であればここも、もろ色の変更っていうアイコンがあります。スマートアート選択状態でデザインまたはスマートアートのデザインタブ左クリックで開いたら色の変更っていうアイコンを左クリックしますよと。ベーシック白黒に近いものとカラフルと、その下はアクセント123というね、アクセントってつくのは 何やら同系色のグラデーションとか、同系色の色合いのパターンがいくつか入っていますよと。今回はねカラフルでいこうかな。マウスポインター当てると実際入っているスマートアートにプレビューがね、反映されますので、これを見てから、こんな感じにしようかな。カラフルアクセント、カラフルのアクセント3から4、アクセント3から4、なんか秋っぽくなっ、あ、4月だから秋じゃない方がいいのかな。あ、まあでもカナダとか秋からだしね、まあいっか。こんな感じになりました。色合いの変更はこんな感じ。ちょっとちっちゃいのでね、伸ばそうかな、こんな感じ。サイズはね、ドラッグ苦手な方はスマートアートを左クリックして書式タブでサイズで、これでね、あのポチポチとサイズアイコンを押した後にね、高さ幅変更できます。今は色をデザインタブで変えました。で、スタイルっていうね、のがいくつか出てます。でこちらは全部表示されてないから全部出しちゃおう。スタイルがね、いろいろ出ている右下の横線の下に V 字のアイコン、その他と表示されるアイコンを左クリックしまして、すごいのあるね、 3D で斜め、ちょっとこれ見づらいから、見やすさが見やすい方がいいかなということで、一個一個マウスポイント当ててプレビューをね見ていきますが、あ、これいいかな、光沢っていう影がつくやつ、こちら左クリックしてみますね。場面に合わせてね、選んでいきましょう。見やすいことをねおすすめします。とにかく個人的にはね。でフォントとかも変えたい場合はスマートアート選択状態でホームタブで、フォントグループのフォントの種類から、フォントを変えることができますよと。最近ね、あの目に障害がある方は UD ってついてるユニバーサルデザインとかっていうねのがいいのかなって思ってますので、こんなの選んでみよう。見やすくなったかな、ちょっと字ちっちゃいからね、どうだろう。あとはそうですね、スマートアート自体を変更したい場合ですね、やっぱりあっちのスマートアートのデザインが良かったっていう時に全部消しちゃって、スマートアートまた選んで一から入力するの大変だから、スマートアートのデザインタブでレイアウト、ここで変更できます。一覧表示しましょう。水平線横線の下に V 字がついているその他のアイコンをね左クリックして、マウスポイント当てるとプレビューが出ます。今回ね画像を入れてないので、画像がないから画像を入れる、ところがあるスマートアートだとちょっとね、画像ないですよってマークが出ちゃうけれども、こんな風に一応変更ができますよと、いちいち消す必要はないですよっていうところになります。